はい、こんにちは。今回ですけども、危険度1の、歴戦の個体の痕跡の探し方の方を、ご紹介します。こちらの危険度1の、痕跡を集めることによって、デイドと骨髄の激突合戦ですかね。フリーの9の、クエストの出現条件になります。まだ確定ではないんですけども、おそらくボルボロスとラドバルギンですかね。こちらの方の、危険度1の歴戦の個体を、狩る必要があります。そのためには、痕跡の方を集めなければいけないんですけども、普段、集めていると、青色の痕跡があると思うんですけども、そちらを回収したときに右側に表示される1という表示ですね。マークがあるんですけども、そちらの方が1のマークの場合には、いずれかの危険度1の、クエストが発生すると、調査クエストのですね。そちらの方の、ルートの方を、ご紹介したいと思います。別の動画で、2の方、危険度2ですね。そちらの方も、撮ってありますので、ご覧ください。まず場所ですけども、古代樹の森ですね。1番キャンプからスタートします。ちょっとルートが長いので、長くなりますけど、よろしくお願いします。スキルの方ですけども、シルベムシの感知距離アップですね。あちらと研究者の方がつけた方がいいです。まずこちらに2箇所ですね。この危険度1っていうマークですね。あれが2個と3個あるんですけども、1の方が、今回の対象になります。エリア1の、ちょっと上ぐらいですね。真ん中よりちょっと上ぐらいです。そしたら、そのまま上の方に行きます。ずっと外周を通るような形で回収していきますので、そこまで分かりづらくはないんですけども、感知距離アップの方があった方が、いいですね。で、危険度1と危険度2の痕跡なんですけども、ランダムで出現しますので、今回紹介しているところ以外で発生する可能性もあります。また、今回、ない場合もありますので、ご注意ください。こちらの Q にも、あるっていう話らしいんですけども、ちょっと自分の方だと何回やっても出なかったので、今回飛ばします。8番に入っていただいて、ちょっとこの辺に1箇所あったと思うんですけども、あちらになりますね、後ろの方。あとは隠れ蓑の装備は、必ず装備してくるようにお願いします。今ちょっと測っちゃいましたけど。ですね、回収していただいたらそのまま、上の方に行きます。ずっとも外周ですね。一番外側の通りを、歩いていくような形です。で、この先で多分プケプケの、痕跡が2箇所。ここにあると思うんですけど、今ちょっと表示がないんで、この降りたところですね、ここら辺にも1箇所ありますので、探してみてください。ここと、ここじゃないですね。なんか色の変わってる壁のところと、その下ですね、に1箇所あると思います。で、そのまま下っていただきまして、11番キャンプから降りるところですかね。そちらのエリアにも、2箇所ありますので、そちらの方も回収します。シルベムシが青色で表示している場所がそれに当たりますので、そちらの方になります。あと、左の方に今、リオレイヤープケプケって出てるんですけど、これ3つしかカウントしてくれませんので、3つカウントしちゃってる場合には必ず何か1個回収してからにしてください。
あ、ここですね。ガチャプンの巣のところにあります。あともう一個。キャンプを降りたあたりにありますんで。多分表示されませんけど、この木のあたりに。降りて壁だったかな、ここの辺りに一箇所表示されると思うので、そちらの方を取って、クエストリタイアという形になります。ルートの方をおさらいします。1番の方からスタートしていただいて、この辺りに一箇所で、そのまま、上に進んでいただいて、ここら辺ですねに一箇所で上に進んでいただいて、今プケプケって表示されてますけど、ここら辺ですね、ちょっとあの丘になっているようなところ、ここの壁と下に1箇所で、下に戻っていただいて、今この場所と、ガチャクの巣ですね、ここら辺に1箇所あります、まあ、こちらのキャンプからスタートしていただいてもいいですね。ここからスタートしてここまで行ったらリタイアでも構いません。はい、以上になります。ご視聴ありがとうございました。